ビッピアスとは、ピアスの内鼻に対して施すものを言う。片方の美翼部に対する、ノストリル、両方の美翼部を貫通させた、ナサラング、美中核に対する、セプタム、目と目の間に行う、ブリッジなどの種類がある。ビッピアスしているインドの女性インドやネパールなどの南アジアでは、伝統的なビッピアスの文化が古くから存在する。 インドの伝統医学であるアーユルヴェーダにおいて、左の尾光は女性の生殖器官を司ると考えられており、月経痛や出産時の痛みを軽減させるため、現代でも多くの女性が伝統的なビティアスを施しているという。また、ビティアスは送信具としても用いられており、インドにおいては結婚式を控えた神父がビティアスをチェーンで紙につなぐ文化が存在するという、 また、一部文化においては、花は自身の権力の象徴とされ、これを工事する手段としてのビピアスがアラブなどで広く用いられたという。現代社会においては、1960年代以降、東洋の習俗に影響を受けたアメリカのヒッピーたちの間で流行し、その後、1980年代のパンクロッカー、1990年代のヘビメタル等のボスなど、 これまでの規制概念に抵抗する象徴として、ビティアスの文化は受け継がれている。栗田良、インドの花嫁展開ジャパン、2009年4月24日、2010年11月8日閲覧。ハリオム、インド女性は、みんなビティアスしてるんですか ?2010 年11月8日閲覧。ありがとうございます。